甲府市局テレビ朝日、甲府市局は山梨県甲府市高畑にあるテレビ朝日の市局である。山梨県には民間のテレビ放送事業者が UBUS、山梨放送と雪テレビ山梨の2社しかないため、主に案の報道取材のために設置されている。なお、テレビ朝日系列の番組はこの両社で放送されている。放送業務は行っておらず、視聴する場合はテレビ朝日、 静岡朝日テレビ、長野朝日放送のいずれかを受信する必要がある。山梨県のほとんどの地域でテレビ朝日をケーブルテレビや協調設備などで視聴できる。また、ケーブルテレビや協調設備などの普及率は約90%と非常に高いため、実質的にはテレビ朝日の視聴可能エリアである。デジタル放送も2007年7月から順次。 再送信が開始されている。土日用のアンニュースでは、甲府市局が取材した山梨県内の季節の話題が紹介されることが多い。テレビ朝日の国内かつ関東広域県外の市局は、富山市局が、富山県富山市に、米子市局が、鳥取県米子市に、鳥取市局が、鳥取県鳥取市、松江市局が、島根県松江市に設置されている。 ありがとうございます。